よーし、鹿之助、ついに光月城での一戦だ。準備はいいか？もちろんだ。信長様に言われた時からずっと準備は重ねてきた。この一戦に雨子の未来がかかってるんだ。俺が頑張らないとな。おお、その息よ。信長様は播磨にかかりきりだが、その分オイラや光秀がついてるからな。ここを乗り切って西に半島を広げてやろうぜ。いっちょやるぞ、鹿之助。強くなって大切なもの全部この手で守る。あの日の誓い、今こそ果たす時だ。俺は毛利を残らず駆逐して雨子を再興する。追いつくからな、光秀。